中国眼伝でいうとね、桜井義子さんの新潮 の日本ルネッサンスで書いてて、へえと思ったんだけどさ、はい、例の産経新聞の台北支局長の矢板明夫さんがね、はい、桜井さんに教えてくれたらしいんですけど、習近平の精神状態がおかしいと、尋常じゃないと、はい、こう言ってたと、うん、なぜかというとですね、8月21日に習近平はブリックス首脳会議のため南アフリカに来ましたと、随行団は500人、すごいですよね。で、宿泊先のホテルの従業員を全員入れ替えて中国人だけにしましたと、はい、そして枕からカーテン、シーツに至るまで全て中国から持参したものに取り替えさせたのです。これもう要するにその、自分の身に何が起きるかわからない、はい、暗殺もあり得ると警戒を強めてるんじゃないかとこう言うんですよね、うん、だけど枕からシーツに至るまで全て中国から持参したものに取り替えさせたと。で、矢板さんはですね、これはそれが一番危ないんじゃないか言ってんだけど、そうですね、習近平暗殺しようとするやつは、うん、中国の中にしかいないと思うんですけどね、わざわざ海外の人間がやるってすごいリスクじゃないですか、ね、うん、戦争になる可能性もあるわけですから。そうそう、はい、だからね、だからだけどやっぱりその、最近の幹部のその行方不明といいさ、うん、なんか中国にね、はい、何かが起こってると、そうですね、あるという感じはまあしますよね、これね。そうですね、もうこの恒大集団のトップもなんだし、うん、ジャック・マーも追い出しでね、そうそうそう、だって経済が悪くなるに決まってるじゃないですか、うん、まあ恒大集団のトップはまあもうダメなんでしょうけど、ジャック・マーに至っては、うん、ジャック・マーにやらせてた方が絶対にいいわけですよ、うん、世界中から金を巻き上げることもできたはずなんですよね。そうなんですよね、はい、それわざわざ潰すっていうのはね、うん、本当に意味がわからないですね。現代ではだからそれで中国経済大崩れが来ると、はい、こういうタイトル、習近平さん粛清で経済は回りませんよとこういう、特徴をやってましてですね、はい、まあこれも本当にこれもこういうのもいいんだけど、もうちょっとこう深く掘ってほしいんだよな、ね、はい、今就職率も本当に50%そうですね、超えたと、はい、その失業率が、はい、って言われてるんですけど、もうとにかくもう発表しないことになったからね。そうそうそう、失業率を、おかしいですよね。そう、公表しないと8月から公表しないってことになっちゃったんで、はい、分かんないんですけど。そうですね、うん、もうその段階でダメですよね、うん、本当に不況になったっていうことを言ったようなもんで、うん、だもう大学生がかわいそうですよね。かわいそうだよ、卒業即失業っていう。そうなんだ、50% だよ。そう、 50% ですから、うん、就職できないわけですから、うん、はい、とにかくあらゆる数字が、はい、これもまた数字も分かんないんだけど、はい、悪いんだよ、うん、消費者物価指数は前年比同月比プラス 0.1%、 前月のマイナス 0.3% から持ち直したものの依然としてデフレ傾向とかね、8月の新築住宅価格指数は70都市中52都市で前月より下落、うん、7月の不動産販売、面積は前月比マイナス 46%、前の世紀末の日本のバブル経済崩壊の日本とそっくりだと。現在の不動産バブル崩壊が金融業界に波及し、中央銀行が倒れ始めた時が中国経済崩壊の時だと見ています。中国の大手証券会社アナリストが言ってるんですけどね、このアナリストは特に2つの指標に注目、それは株価と為替ですと。この2つは中国の粉飾が囁かれる公式統計の中では比較的嘘をつけない。株価は現在3100前後の上海総合指数が3000ポイントを割り込んだ時が中国経済の危険水域です。また為替は現在1ドル、7.2 人民元のレートがチャオハーって8を超えるチャオハー局面に入ったら世界が中国を見放したと見るべきでしょう。不動産に関しては中国では俗に、金九銀十と人従ウィンシーっていうのかな、と言われる。例年9月のが不動産販売のピークで、連休及びその後の10月期が2番目に盛況の時期という意味だ。ところが今年の連休前の9月28日、不動産大手の恒大集団の株式や取引を停止すると香港証券取引所が発表した。売上年間14兆円、従業員20万人の規模ですからね、はい、これがデフォルトになっちゃって大変だよこれ。でかすぎて潰せないっていう状態だったんですけどね。だからこれはもう他も潰れますんでね、不動産って。そうだね、はい、あともう
今中国で新しく不動産買おうとする人はいなくなるでしょう、うん、いないよね。だって契約して借金だけ残って、うん、で中途半端な建設中の建物だけ残るっていう状況になって、そう近くの農家が鶏とか羊とか飼ってるっていう状態ですからね。恒大の株価過去3年で 99% も下落し、今回の停止時期が 0.32 香港ドルともはや紙くず同然だと。しかも恒大の創業者許家印会長が拘束されたというニュースも報じられた。許会長は広州の皇帝と崇めた歴史伝中の人物、口癖であるマイマイマイ買え買え買えは中国の不動産バブルを象徴する流行だった、うん、18年には米紙フォーブスが総資産414億ドル約6兆1500億円で中国ナンバーワンの富豪と報じたと。これがもう身柄拘束されちゃったんですか。恒大、はい、ばかりじゃなくて、まあ、碧桂園っていうね、はい、ライバル会社 そうですね、問題だしね、はい、碧桂園ももう悪化するしかないんですけど。そうですね、碧桂園は手堅く、うん、なんか東京三菱みたいなイメージだったらしいんですけど、うん、そこもやら、うん、そこもダメっていうことですから、うん、もう全部ダメでしょう、うん、はい、4月25日には国際金融の世界でミスター人民元と呼ばれていた碧光中国人民銀行行長、中央銀行総裁が解任された、まあ、習近平に力が集中してるんで、うん、もうその異論が出せない、出せないんだね。で多分優秀な経済、うん、問題を処理できる人間もいるんでしょうけど、はいはい、でもそれは、うん、多分あの左右されないでしょうね、うん、なんか言ってもね、はい、だって飛ば今は出るタイミングじゃないと思います、うん、あの習近平が体制が変わらない限り、うん、これは今今言っても今言ってもろくなことはないよね、はい、刺されるだけですよ。そうだね、はい、習近平の政策を変えなきゃいけないわけですから、うんうん、はい、で日本企業 も撤退が始まっててですね、8月には花王が紙おむつ工場を撤退させ、9月には三菱自動車の撤退が報じられたと、はい、撤退した日系企業は中国市場で敗れ去ったとの烙印を押されていますと、うん、しかしそう言われることで最悪の中国からうまく逃げ切ったなというのが我々の認識です。そうです、こう言ってるんですよ、はい、そうなのかね。そうです、うん、もうこれは逃げるしかないですよ、うん、だって従業員は全部人質ですね。まあそうなんだよな、はい、これは本当に11万人いるって言うんだけど大変なことになるよこれ。そうするとまあやっぱりいよいよあれですかね、中国は、はい、もうこれまでも散々言われてきた、いろんな人が関根さんとか宮崎さんとかが言ってきましたけど、はい、倒れる倒れると、はい、やっぱこれ倒れるんですかね。これこれいよいよですね。いよいよか、いよいよですね。これは本当にどん詰まりになってくるので、やっぱ台湾に出るとかそれなりの戦争するしかなくなってくる可能性がありますね、本当に。そうか、はい、だってこれはどうしようもないですよね、うん、日本も不良債権出すまでに10年ぐらいかかったんですよ、うん、竹中平蔵が出てくるまでは不良債権なかなか宮沢喜一がやろうが誰がやろうが処理できなかったんですよ、うんうん、で出てきて、うん、やっぱり、うん、あの進み始めたんで、やっぱりうん、10年ぐらいは不良債権額とかも分からないですからね、うんうん、どうだな、はい、習近平がやる以上不良債権は出てこないと、うん、あの、うん、潰せないわけですから、うん、うまく、はい、いやだけどそのさっきの矢板さんの話だと習近平もものすごく神経質になってるらしいから、はい、そうですね、うん、ちょっといいですね、まあ、いいというか怖いですね。いい、怖いよねその、はい、台湾にバッチリがどういうふうに来るかがね。そうですね、その中国習近平体制が崩壊するのはいいとしてな、はい、あの次の1月の台湾総統選がどういう、うん、あれになるかっていうのもありますしね、うんうんうん、あの絶対介入してくるわけですから、まあまあそうですね、はい、